いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして、小林でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、名古屋三越さんでも、はい、この3月17日から23日の間に3階のイベントスペースをお借りいたしまして、はい、イベントを行われるわけなんですが、はい、今、もう2月から始まっている、はい、全国いろいろなところで、はい、この特別な皆様、ご自身でオーダーメイドで、はい、黒子、あるいは、こちらの、言えないのこれ、私。ワープロルクス、ね。ワープロルクス。ワープロルクスの、はい、この素材で、自分で、このウエスト、ウォレットポーチを、はい、ウエストウォレットポーチじゃない。ウォレットバッグ。ウォレットバッグを、どこにウエストつけるんかいな、ちょっと今。ウォレットバッグを、はい、自分で、もう本当に好きなようにカスタマイズしていただこう、はい、ということが、とうとう、名古屋でも行われることになりました。はい、で、よろしくお願いいたします。今これは完成品の、例えばを見ていただいているんですけれども、はい、素材は2つで選んでいただけます。はい、1つが、クロコです。クロコダイルです。はい、リアルに。今、手元にあるこれ見本は、これはネイビーですね。はい、で、このデザインっていうのは本当に、もう何年前 ?20何年前からやってる形でしたよね。はい。それがちょっと久々、復刻の形ですね。そうなんですよ。はい、職人さんがいなくなって、はい、しばらくの間、生産できなかったんですけれども、はい、職人のオーディションを重ねて、はい、もう、できるようになりました。はい、で、これに対して、詳しいお話は、はい、ボリュームいくつだ?後でちょっと出してあげてくださいね。はいはい、で、しているので、ちょっとここは短めになってしまいますけれども、そんなお話をちゃんとさせていただいているので、ぜひ名古屋の皆様も、はい、ちょっと気になってらっしゃった方は、実際にご自身で見に行ってくださいませ。ちょっとごめんなさいね。で、これが、今の前のところがお財布の形状になっていて、はい、これだけのしっかりとしたマッチがあって、で、ここを横から開けると、ここがね、初めて見た方のために一応ね、はい、一つの部屋になってるというね。で、これがクロコダイルでね、外側の色も実は何種類もあるんですよ、色が。はい、それから中に使っている革の色、それから生地の色、それも実は何種類もあって、はい、で、通常はまあこちらのデザイナーさんがもう決めたもので製品化して皆様にご紹介しているんですけども、思い切って今回は皆さんにそれを自分でオーダーしてもらう、はい、ということです。じゃあその、はい、見本を見ていただきましょう。はい、お願いいたします。はい。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。はい。もうオーダーフェア、実は大好評で、稲垣さん。そう、私ね。はい。すごいなと思っちゃった。正直言うと。だって、クロコダイルですよ。はい。そうすると、今噛んじゃった。噛んじゃった、ね。そこそこの、やっぱり価格がするじゃないですか。はい、リアルだから。なんですけど、もう皆さん、全く気にせず、はい、これこれって言って決めてくださる。はい、すでに何個のオーダー来てる、いや、はい、何個じゃないね。何十個のオーダーとなっております。はい。はい、クロコダイルもこの11色からお選びいただけます。はい、そして、はい、今回、クロコダイルだけではなくて、はい、ワインハイマー社のワープロルクスもご紹介しています。はい、こちらの今、フューシャのお色でご用意しているのが、はい、このシュッとしたね、アルプス原皮で作った、ワインハイマー社のワープロルクスなんですけれども、これワープロルクスもちょっと張り切れなくてこんなペコペコってしてますけれども、はい、とにかくこれだけのカラー展開からお選びいただけますので、ね、実際こちらで選ばれていらっしゃるお客様も、ね、かなりいらっしゃって、いやー、なんかまた皆さん、だからもう黒くも持ってらっしゃる、何も持ってる、はい、じゃあ思い切って今度はこれにしましょうと。だから用途用途で多分バッグをこう出かけるたんびの使い分けシリーズの一つなんでしょうね。そうですね。なので本当にもう黒子は持ってるから、ワインハイマー持ってないからオーダーしたいわっていう方もかなりいらっしゃって、はい、ね、ワインハイマーであれば、うん、なんか、こう、コーディネートに合わせて、はい。なんか2色を出されてる方とか。あ、いらっしゃった。はい。あ、そうなんだ。まあでも確かに、クロコダイルよりは価格はちょっと抑えられますのでね。ね、こういう金具の色なんかも、はい、シルバー、ゴールド、お選びいただけますし、はい、ストラップのお色も、お選びいただけます。はい。そして何よりもやっぱり内側の色。ここなんですね。はい。はい。この、今、オフホワイトで見えているこの彼らと、はい、この、お財布部分の小銭が入るところの裏地部分の裏地もお選びいただけるので、はい、まあ、彼らも本当に、
あの、ADMJ たくさん取り揃えておりまして、はい、多すぎやしませんかっていうね。あの、これだけの中からお選びいただけます。はい、そして、裏地もなんと、多すぎやしませんか、はい、稲垣さん。でもね、なんかね、好きな色とかラッキーカラーとかを一つ決めていただくと、はい、それを中心に、お選びいただけますので、はい、特にウォレットバッグ、ハンドルのね、裏が彼らになりますので、うん、そこもちょっとコーディネート、選んでいただけると、とても素敵に、可愛いのができちゃうんじゃないかなと思って、はい、我々もね、実はもう、いろんなお客様に、そうしたのね、稲垣さん、とか、かなり、こう、名古屋のこの配信だけで白状してもいい。あの時本当に、ちょっと半分冗談だろうなと思ったんですけど、音楽と追い詰められてしまう。冗談じゃないですよ。本当にもう、貯金大米はたきます。はい、貯金がね、はい、あるから。決まりました。はい、この、リーフレット、はい、店頭でご用意してますので、はい、まあ、表側、裏側、裏地、はい、そして装飾。はい、装飾の方も、全くないものだったり、カラーグラデーションだったり、うん、あとは、鉢、はい、稲垣さんは熊鉢ですけれども、蜜鉢もご用意してますので、はい、ザ・ビー、ファッションハードウェア社のザ・ビーもつけることができます。はい、本当に、ある意味本当に、この、なんかオーダーフェア、はい、この機会に、はい、ならではの、企画ですので、名古屋で初ですよね。名古屋エリアでは初ですので、うん、はい、このタイミングでお越しいただいて、ウォレットバッグ、なかなかやはり店頭ないところなので、この期間に3月17日から23日の間に、名古屋三越の方にお越しいただいて、オーダーしていただけるのが一番。はい。お待たせしましたですね。はい、はい。そうですね。なので、ぜひぜひ、お選びいただけたらと思います。はい。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。